その出会いは僕たちの生活や体調、コンディション、さらにはバレーボールの質を確かに変えてくれました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私たちの眠りの質を高めるために重要なのが、今立っているこの自然な姿勢をそのまま90度こう横にパターンと倒したような姿勢、これが寝ている時の理想的な姿勢なんですが、今日実はマットレスの素材をですね、2つご用意してみました。2つにはですね、大きな違いがあります。それが反発力では、お願いします。はい、全然違いますね。高反発というのはしっかりこう持ち上げてくれる力が強いので、今みたいにボールを落とした時にすごく跳ねるんです。こちらにボナノッテをご用意しましたので、早速今日は江畑選手に。お、すごいフィット感が、はい、しっかり腰が支えられてる感じがします。寝返り打って、寝返り打っていい？楽ありがとうございます。これがあの高反発ウレタンというウレタンを使っているマットレスになりますの で今見ていただくと姿勢分かります。すごいまっすぐですよね。腰が沈みすぎていなくて、ちゃんと立っている時のように体がまっすぐになって、3つにこう折りたたんでいただくことができるので、よく湿気がたまりやすいんですけれども、裏面を風通ししていただいたりだとか、非常にですねお手入れもしやすい。深い眠りになることで自分のコンディションが非常に高まってますし、マットレスを変えただけでここまでコンディションが変わるとは正直思ってなかったですね。本当に出会えてよかったと思いますね。自分を支えてくれてる存在になってますし、もっと強くなれますね、ボナノッテと一緒に。夢見る人たちを支える、東京西川のボナノッテ。